Podcast. Podcast. さあ、時刻午前10時10分回りまして、この時間スタジオ生放送のお客様をお迎えしております。社会福祉法人 UI 会函館青年寮の園長でいらっしゃいます小谷貴博さんです。小谷さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、函館青年寮の園長でいらっしゃる小谷さんなんですが、まずこの法人の、はい、UI 会ですが、本当にこう幅広く函館では長い歴史を持ってこう施設運営だったりとか活動されていらっしゃる会ということになりますね。はい、少しUI 会についてお話ご紹介いただけますか。はい、ありがとうございます。今日は私が勤める社会福祉法人 UI 会でショートムービーをですね5編作った関係もありましてお呼びいただいたんですけれども、はい、社会福祉法人 UI 会は、現在北斗市と函館市にまたがって、多様な障害福祉サービス事業を、70年以上ですね、はい、この地域で、展開してきております。まあ、現在は、職員が900人前後ですね、要しながら、主に障害のある人たち全般ではなくて、はい、知的障害のある方や、発達障害のある方たちを、支援の対象にして、各種事業ですね、人生にわたって切れ目ないような支え方ができるようにということで事業展開してきました。はい、はい、そうなんですよね。もう本当に函館ではこう長きにわたってこう様々な活動をされているということになりまして、各種施設をもう運営されていらっしゃったりとか診療所があったりということでね、はい、何かしらご存知の方、関わりを持たれている方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。小谷さんが園長されていらっしゃる函館青年寮っていうのはどういう施設ですか。はい、ありがとうございます。UI 会はですね、大きく分けると4つのエリアに分かれていまして、はい、私が所属している今ご紹介いただいた函館青年寮は、いわゆる障害者支援施設、入所施設というふうに一般的に言われますが、はい、函館市内の石川町、隣に秋山記念病院さんがあるんですが、はい、その隣の敷地に、他の事業所と合わせて、所在しております。はい、こちらはこう、入所施設っていうことになるんですね。はいはい、今何名くらいの方入所されてるんですか。はい、知的障害のある方たちが、男性と女性半数ずつですね、はい、いらっしゃいまして、定員40名の、施設です。はいはいはい、年齢層結構幅広いんでしょうか、入所されてる方って。そうですね、20代の方もいらっしゃれば、はい、最高齢の方は70代の方もいらっしゃいます。うん、そうですか。はい、その、ね、青年寮はその UI 会の施設の一つということになるんですが、そう、初めに小谷さんがお話をしてくださいました。実はですね、UI 会のプロモーションムービーができましたということで、うん、皆さんぜひUI 会ということで検索をしていただきますと、YouTube のショートムービーが5編出て、まいります。で、私もね、それぞれ見させていただきまして、すごくこう、なんでしょう、入所されている方のこう笑顔が印象的だったりとか、働いている方たちのこうね、こう生き生きと働いている様子が印象的だったりしたんですけれども、小谷さん、どうしてこういうこうムービーを作ろうということになったんでしょうか。はい、いわゆる障害のある方たちを支える仕事というのは、学生時代に実習の経験とかですね、あとは直接利用される方たちなどを除けば、なかなか普段ですね、門をくぐるようなところが少ない、機会が少ない、はい、資源だと思っています。まあ、そういうところでは私たちの業界だけではないんですと思うんですけれども、急速にですね、やはりこの仕事を支える担い手が減少してきてまして、はい、まあ、そうした時に、同じ福祉人材でもですね、介護だとか、高齢、介護、保育、はい、あとは教育だとか、まあ、そうした分野というのは大体仕事のイメージがつきやすいかと思うんですが、なかなか障害福祉というとですね、現実的にどういった仕事の内容なのか、
そうした縁がない方からすると分かりにくい側面がある業界なのではないのかなと思ってます。まあ、そうした中でなかなか聞こえてくるニュースもですね、ネガティブなことがあると、まあ、従来のその仕事の、まあ、産経のイメージと合わせてですね、そうしたこうネガティブなイメージが先行しがちな業界なのかなと思って、まあ、そういうところでは私たちの業界というか、仕事のやりがいだとか意義だとか、あとは利用する方たちの素敵さだとか、まあ、そうしたものに興味関心を持っていただくようなきっかけとして短いムービーを作ってご覧いただくような機会ができればですね、すごく有意義になるんではないのかなと思いました。はい、はい、確かにそうですね。こう福祉全般なかなかこう必要としている方は多いのに、担い手の方が、それにこう追いついていかない状況だという中で、じゃあ障害福祉の方ってお仕事についてこうどういう仕事をするんだろうかってなかなかね見えてこない、一般にこう生活をしていて見えてこないと、ね、分野ではありますよね。それをねぜひ皆さんにも一旦知っていただければということで、プロモーションムービーを制作しまして、全部で5編なんですけれども、はい、小谷さんすごい素敵なのができたじゃないですか。 ありがとうございます。ビデオザキットのですね、はい、藤田さんに監修いただきながら、はい、あとは各編のナレーションでもですね、FM イルカさんの、はい、佐藤遥さんに、はい、素敵な声でですねお手伝いいただいて作らせていただきました。はい、はい、そうなんです。ナレーションはねイルカの佐藤遥さんということになりますが、うん、全部で5編、施設編、作業所編、待遇編、利用者ご家族編、北斗市長インタビュー編ということで、それぞれこう短いものですと2分台、長くてもね4分ちょっとぐらいの動画ですので、もうまとめてね5編見ることできるかなと思いますけれども、うん、なかなかこう施設の中までこの撮影のカメラが入っていってっていうことって、小谷さん機会これまで多くなかったんじゃないですか。そうですね、10年ぐらい前に一度リクルート用のムービーを作ったことはあるんですけれども、はい、まあ、その時にはそうですね、15分ぐらいのものを作ったんですが、うん、もう今現在ではそれぐらい長尺のものはですねなかなか見ていただけないということもありまして、はい、とにかく短いものを作ろうということで、ただまあ、いい意味でこう利用なさっている障害のある方たちが、私たちがその撮りたいタイミングでいい絵が撮れるかというとなかなかちょっと難しいところも、はい、まあ、ある意味こうそこをこう忖度いい意味でしませんので、ぴったり来るかっていうとなかなかそのあたりが難しいところもあって、はい、撮影にいらっしゃった方たちは苦労なさってる様子がありました。いや確かにカメラ向けられるプロでなければね、なかなかこういい笑顔でっていうのは難しい中、それぞれ作業したりとか施設の中でねこう活動している様子をカメラ向けられるということになりますけれども、うん、でもそれでも本当にねこれが自然な施設での過ごし方だったりとか作業の風景なんだろうなと思って興味深く拝見させていただきました。短いもの5編ということで、もちろんねまとめてご覧いただいても結構ですし、それぞれこう一つ一つ何かね興味があるもの、例えばハーベストのパン食べてるって、クッキー食べてるっていうことで、じゃあ作業所編ね、どんな風に皆さんお仕事をしてるのかなって見てみようかなって、そういう見方でも小谷さんいいですね。そうですね、はい、ぜひ皆さんに見ていただきたいなというふうに思います。はい、それで、はい、5編の中でですね、はい、北斗市長インタビュー編の、はい、視聴回数がなかなか伸びてないところもあるんですけれど、とても内容がですね、はい、本当に、なんて言うんでしょうか、とても素敵なメッセージをいただいている内容でして、はい、まあ、ぜひ5編の中でも市長さんのインタビュー、はい、おすすめいたしますのでご視聴いただければなと思います。はい、もしかしてこれは一つ4分台だからということもあるのかもしれませんが皆さんそれだけ見応えのある、そうですね、池田市長市長になる前からこう友愛会とつながりがあるということで、いろいろこうエピソードご自身のね、ことをここでお話をくださっているっていう、とても素敵な市長、北斗市長インタビュー編という動画もありますので見ていただきたいなっていうふうに思います。これ7月から公開スタートしましたけれども、どうですか、こうご覧になった方とか、またご出演をされた方から何か反響みたいなものってあったりします？そうですね、
各方面に広報させていただきまして、特に実習生さんなどをこう出していただいている学校の先生からもとても好評で、はい、実習の前とかにですね、なかなか一般の方もそうですが、障害者施設にこう実習に入る前の学生さんたちの不安は結構思ってた以上に強いようで、うん、まあ、そうしたあたり、こうした短くてもですね、動画でご覧いただけたら、学生さんたちも不安がなくというか入りやすいようなところもあるみたいで、活用させてもらいますっていうようなことはおっしゃっていただいてます。なるほど、はい、確かにね、その思いを持って専門的なお勉強されている皆さんもなかなか実際施設に足を運んだりっていう機会多くないでしょうから、こんな感じなんだなって動画を見てね、少しこうほっとして臨まれるっていうところがあるのかもしれません。で、今回このようにプロモーションムービーということで5編公開になりましたけれども、 UI YouTube チャンネルをね、設けられました。小谷さん、今後何か動画で、活動発信していきたいとか、制作したものをこう皆さんにご覧いただきたいみたいな思いはおありでしょうか？はい、最初に申し上げたんですが、今回、ビデオザキットさんに作っていただいたその5編は、今後の足がかりというか、より私たちの、仕事のことや利用者の素敵なことを、素敵さをですね、知っていただくには、やはりそうしたことをより知っているのは私のような管理職であったりとかですね、業者の人より、現場で彼らのことを、毎日支えているですね、スタッフが一番知っているんだと思います。で、その人たちに、YouTube の公式チャンネルのルールをこう作りながら、現場でのその様子っていうのを発信していただけるようなですね、仕組みを作って、今度は私たちがオリジナルで、そうした日常の一コマであったりだとか行事の様子などを発信して見ていただく人に、より知っていただくような、そういうような取り組みをにつなげていきたいなと思っております。じゃあまず初めにできた5つはね、このプロモーションムービーの名称の通り、本当にこうプロモーションの、ムービーということになりますが、今後はよりこう生の現場のこう姿であったりとか声を、発信していく、そういうねこうツールになっていくのかなと思いますので、ぜひ皆さんのチャンネル登録もしていただいてご覧になっていただきたいなというふうに思います。そう、やっぱりね、そこでこうお仕事をされている方が一番現場のことをよくご存知で、お仕事の魅力であったりとか、もちろんその大変さもねご存知でいらっしゃるのかなと思いますが、小谷さんはこういう福祉のお仕事に疲れてどれくらいなんですか？はい、今年の春で、25年が、経とうとしてます。そうですか、はい、25年お仕事携わってこられて、こうやりがいってどういうところに感じられますか？そうですね、障害のある方や、ご家族を支え、一生にですね、寄り添っていく仕事っていうのは、なかなかうまくいった、役に立ったっていう思いももちろんあるようなエピソードもあるんですが、それ以上にもっとこうしておけばよかった、しておけばよかったっていう、後悔だとか、そうしたものも隣り合わせでやっています。ただその時々で大切にしているのは、結果的にですね、うまくいけばいいですけれども、一番その時に悩んで葛藤しながらも心を寄せるっていう、一つ一つにですね、心を寄せるっていうことを大切にしてきたつもりではあります。はい、そうした中で障害のある方たちを支えるっていうのは楽しいことや、やりがいのあることばかりではなく、大変なこともあるんですけれども、それもひっくるめてこれほど一人一人のですね、人生に濃厚にやっぱり関われる仕事であったりだとか、関わることを通して自分自身の自己研鑽だとか人間的な成長もさせてもらえるっていうのは、非常に素敵な尊い仕事だなとは感じております。
利用者の方もご家族の方もそれぞれこうの人ですから、この人にこうしたのがうまくいったからこの人に通じるかっていうとね、うん、そういう部分ばかりではないのかなっていうふうに思いますけれども、でもこう反省があったりとか、ああもうちょっとこうしておけばよかったっていうのがあるからこうね、さらにこう前に進んでいけるっていうところがあるのかもしれないなというふうに思います。利用者の方にこう寄り添い、共に歩みながらこう自分も成長していけるっていうね、そういうとても素敵な尊いお仕事というふうに小谷さん表現してくださいましたが、お仕事なのかなっていうふうに思います。今現在も UI 界の900名もの、ね、職員の方がというお話でしたけれども、まだもっとこう若い世代の方とか、例えばこれまで福祉のお仕事されていたんだけれども、何かしらのご事情でちょっと今仕事離れているんだよっていう方が戻ってきてくださったりとか、そういう、こう環境が広く広まっていくと嬉しいですね。そうですね、新卒の方ばかりではなくて、今おっしゃってくださったように、潜在的なこうした仕事を担ってもらえるような層の人たちにも、PR できるようなことがあればいいなとは思っています。そうした意味では広報活動だけではなくて、実際に働いている方たちの働きやすさだとか満足度を高めるような、そういうような定着に向けてのですね、取り組みもセットで私たちの業界は特に必要とされるんじゃないのかなと感じてます。はい、お仕事をされる中でどうしてもやっぱりね、こ う, うまくいかなくって悩んだりっていう時には、そこにもこう寄り添ってくれる先輩たちがいたりとか、話を聞いてくれるね、方がいたりっていうのもすごく大事なのかなっていうふうに思います。ぜひね、こういう福祉のお仕事に興味があるんだけれどもなんていう方がいらっしゃったら、まずはこのプロモーションムービーをご覧いただいたりですとか、あとね、各施設、ですとか UI 会の方にお問い合わせをいただければ、なというふうに思います。さあ、UI 会もね、いろいろなこう施設がある中でさまざまなこう取り組みをされていらっしゃって、結構最近は施設でアートへの取り組みをされているところも小谷さん私多いなっていうふうに感じるんですけれども、はい、UI 会のこう施設の中でも取り組んでいらっしゃいますか？そうですね、障害のある方たちの、障害者アートって呼ばれることもあるんですが、はい、最近ではですね、障害のある人だけをこう切り取ったアートの呼び方をするのではなく、はい、一部そういったボーダーレスアートっていう呼ばれ方をするようなところもあるんですが、はい、UI 界は、昔からですね、利用する方たちの、表現といいますか、それが表現と言えるかどうか疑わしいようなものも含めてですね、はい、そうした方たちの手作りの創作といったことも、はい、大事にしてきてまして、はい、施設としての取り組みを、まとまって行っているのは現在、ワークセンター北斗っていう通称事業所や、はい、あとは東別地区にある新生園っていうところ、あとは私も兼務してます函館青年寮通所部というところでも、創作活動をしておりまして、でこれらそうですね、障害のある方たちのアートっていうのは5年前10年前だとまだ物珍しかったんですが、今は私たちの法人だけではなくて、この函館地域もそうですし、北海道各地、全国各地でもいろいろな展覧会だとか、はい、あとは街角の中でですね、見かける機会が増えてきたんではないのかなと思っています。6月に、UI 夢アート展っていうのを芸術ホールで今年も開催させていただいたところです。はい、私もね、こういろいろな公共の施設なんかに出向いた際に、素敵なこうアートの作品とか、ちょっとこうね、手作りの作品があって、これどなたが作ったんですかって言ったら、こういうね、施設の皆さんなんですよなんていうふうにお話を聞くことがね、結構あるなと思うんですけれども、北海道新聞の方では4年にわたって、アールブリュットの魅力というね、連載がありまして、でこれがね、この度北のボーダーレスアートということで書籍化されたということなんですけれども、今その出版に向けてのプロジェクトが小谷さんちょっと動いてるんですよね。そうですね、手元に、フライヤーがあるんですが、はい、私たちと同じ、社会福祉法人のですね、当麻町に語る部の森っていうところがあるんですが、はい、そこの元職員さんで
菊池雅子さんという方が、はい、まあ、長年にわたってですね、障害のある方たちの、まあ、表現というかその創作をですね、どのようにより素敵に、職員がこう消化してあげてですね、作品として一般の人たちに見てもらえるかっていうようなことの啓発だとか、はい、技術をですね、広める活動をずっとなさってきた方で、私たちも以前からお世話になっている先生なんですが、今回その本を出版するにあたって、クラウドファンディングで、はい、応援をしてくれる方を募っているということで、UI 会ともつながりがある先生でして、はい、応援してくださいっていうふうに、声をかけられてまして、はい、まあ、少しでも力になれればなと思っているところでした、はい、今ねモーションギャラリーというところでクラウドファンディングに挑戦中でして、9月の30日までということになります。ぜひね、フライヤーを見つけられた方は QR コードがついておりますので、そこから呼び込んでいただきますとページにつながりますし、あと北のボーダーレスアートとかね、こんな風に検索をしていただいてクラウドファンディングなんていう風に入れていただきますとページつながるかなっていう風に思います。ここには菊池さんの思いであったりとか、またそれをね応援される方のお声であったりとか、ボーダレスアートのこう魅力だったりとか、実際の作品もねちょっと見ることができたりするんですけれども、このページを読んでいただくだけでもすごく興味深いんですが、ぜひ皆さん読んでいただいてご賛同いただけるようでしたら、お心寄せていただけるとね嬉しいなというふうに思います。私もこの北海道新聞の連載はずっと読んでおりましたけれども、それがねまとまってということになりますと、小谷さんこちらの書籍の方もちょっと興味深いですね。そうですね、ぜひ出版していただいて手元で読みたいと思います。はい、ぜひ皆さん興味のある方はホームページなど見ていただきまして、ご覧になってね読んでいただければなっていうふうに思います。さあ今日はですね、まずは UI 会が、プロモーションムービーを作りました。 YouTube チャンネルをね、設けてプロモーションムービーを作りました。でそのね思いとしては福祉にね携わる方、少しでも興味を持ってくださる方が増えたらというね、そういう思いでいらっしゃるということを伺ってきましたが、小谷さんどうぞ最後になりますが、ラジオ聴きの皆さんにメッセージをいただければと思いますのでお願いいたします。はい、今日はどうもありがとうございました。出演のきっかけは UI 会がこの度作った、ショートムービー5編 の, 紹介させていただく時間だったんですが、私たちの法人だけではなくて、この福祉の支え手がなかなか確保が難しくなっているっていう、その課題は一法人だけではなくて、この地域全体のなかなか大変な課題かなと思っています。まあ、そういうところではきっかけとしてですね、まあ、UI 会がこうしたような広報について発信する力を持っていくっていう取り組みを、きっかけにして、この地域全体で障害のある方たちやそのご家族を支えるですね仕組みについて、なんとか維持していくことができるように関心を持っていただくというようなことも考えております。はい、ぜひ、まあ、こうした仕事に興味関心のある方は、私たちの法人もそうですけれども、函館市で言えば当然ハローワークさんであったりだとか、社会福祉協議会さんだとかも窓口ありますので、どうぞそうした興味のある方はお声掛けいただけるととても心強く思います。はい、そしてその、担い手になりたいとか興味があるという皆さんをね、こう地域だったりとかいろいろなところで応援したり支援していけるような、そういうね、こう制度や、取り組みというのが広がっていくといいなというふうに思いますね。今日はですね、スタジオ生放送のお客様、社会福祉法人 UI 会から函館青年寮の園長でいらっしゃいます小谷貴弘さんお迎えしました。小谷さん今日どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。See you in the next episode.